フーマンチュー、フーマンチュ中博士、ドクター f ーマンチュー、フーマンシュ州博士は、イギリスの作家サックスローマーが創造した、架空の中国人。西欧による支配体制の破壊を目指して、陰謀を巡らす悪人であり、東洋人による世界征服の野望を持つ怪人である。単行本の第一作、ドクター、フーマンチューの秘密によると、フーマンチュ中は、北京の官方医であったが、 義和団の鎮圧に当たった西欧列強軍によって、祭司を殺され、白人への復讐と、世界制覇の野望に燃える冷酷な殺人鬼と化したと、される。長身倉庫を中国服と中国棒に包み、爪と土壌髭を長く伸ばし、常に悪魔のような表情を叩いている。隠避学、科学、医学、物理学などで、ヨーロッパの三つの大学で学位を取得するなど、 非常に明らな頭脳を持つが、性格は狡猾で極めて残忍。中国やインドで暗殺団を組織し、その黒幕として君臨した。彼の立案する殺人計画は、一見不可解な方法を大規模に展開するという点が特徴的である。銃撃や爆殺を軽蔑し、探検や武道、毒蛇や毒虫、毒性の菌類などによる暗殺を好む。 シリーズ初期のフーマン中は、市販配下の暗殺者であったが、急速に頭角を表して、秘密結社の長に上り詰めた。フーマン中博士のモデルは、ローマーが新聞記者として、ロンドンの中華街に配属された時に聞き知った暗黒街のボス、ミスター・キングなる人物だとされている。ただし、命名などは、真のラストエンペラーにして、満州国皇帝にもなった。 愛深ラ・フギにちなむ。また何度か映像化もされたが、その際に、唯一の例外、早川摂舟を除いて、白人俳優が演じている。第二次世界大戦以前、改造者、世界大衆文学全集の一冊として、長編、第二作、ザリターン・オブ・ドクター・エフユ・マンチュが、悪魔博士の題名で日本語翻訳されており、2004年に、早川書房から、 怪人フーマンチューの題名で復刊された。フーマンチュー博士を主演とした映画は数多く制作されている。最初に映画化されたのは1923年のイギリスストール社によりハリー・エイ・ライアンズ主演でフーマンチュー博士の謎が映画化される。この作品は日本でもロンドンの秘密の題名で1924年に公開された。またライアンズは翌年の ザ・ファーザー・ t h e r Mysteries of u にも主演している。アメリカのパラマウント社より、ワーナー・オーランド主演の3本のトーキー映画が制作される。主演のオーランドは、1931年のミュージカル、パラマウント・オンパレードでも、名探偵、ファイロバンスとシャーロック・ホームズを殺害する悪魔博士、イコールフーマンチューの役を演っている。1932年には、 ボリス・カーロフとマーナロイが主演したザマスク・オブ・エフ・ユー・マンチュ、放題、チンギス・アセの仮面が制作された。1940年にリバブリック・ピクチャーズからドラムス・オブ・エフ・ユー・マンチュが制作され、1943年には再編集版が公開された。1946年、スペインの無名の映画会社イル・オトロが、半権未許可のフーマンチュー映画を制作して、以降、 約25年間、新たなフーマンチュー映画が制作されることはなかった。1956年に、短命なテレビリーズ、ザ・アドベンチャーズ・オブ・エフユー・マンチューが制作されている。しかし著者サックス、ローマーの死後である1965年、タワーズ・オブ・ロンドンズは、クリストファー・リー主演で、フーマンチュー映画シリーズの制作を開始した。1968年、伝説的な、 B 級映画監督ジェス・フランコは、怪人、フーマン中、女奴隷の復讐と、俗、女奴隷の復讐を制作している。1980年、ピーター・セラーズが、フーマン中とネイランド・スミスの2役を演じる映画、天才悪魔、フーマン中が、ピアーズ・ハガード監督で制作された。ただしこの作品は、オリジナル小説版のいずれとも、関係のない、どちらかといえば、 パロディ作品である。2007年、ロブゾンビ監督の小編、クライムドハウスのフェイクトレーラーの一つ、ウェアウルフ・ウィメン・オブ・ザ・エス・エス、ナチ親衛隊の狼女には、ニコラス・ケイジが、フーマンチュー役出演している。フーマンチューの最初のオリジナルコミックは、エーボン社の1951年のワンショット、単発物、ザ・マスク・オブ・ドクター・エフ・ユーマンチューである。また、イギリスで、 同じワンショットとして、1956年に、ザ・アイランド・オブ・エフ・ユー・マンチュが発表されている。D.C. コミックスの、ディテクティブコミックス誌17号2から28号まで、レ和オ,オーメディアによる、コミックストリップの再版が連載された。アラン・ムーアのコミック、リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメンで、フーマンチューは、悪魔博士として登場し、モリアーティ教授と暗闘を繰り広げる。 フーマンチューと彼の娘は、フラッシュゴードンの民皇帝とオーラ姫と同様に、プラネタリー、DC コミックス、ワイルドストーのキャラクター、ハークとアンナ・ハークの父子のモデルとなっている。フーマンチューはまた、バットマンにおけるラーズ・アル・グールのモデルとなっている。1970年代、フーマンチューは、マーベルコミックの長寿タイトル、マスター・オブ・カンフューシリーズの主人公、 シャンチーの父として登場した。しかし1980年代になって、マーベルコミックがキャラクターの使用権を失ったため、後のストーリーラインでは、シャンチーの父としてだけ表記され、フーマンチューの名前が取り沙汰されることはなくなった。フーマンチューはまた、マーベルコミックのニック・フューリーや、アイアンマンのシリーズにおけるマンダリニア、イエロー・クローといったビランのモデルとなっている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。